シャンはサーフィンが好きでしたね。今回はやらないのですか？残念だけど、ここはあまりサーフィンには向いていないね。それにせっかくみんなと来たんだから、みんなと遊ぶよ。ハッカーがサーフィンか。どうしました？コーデンさん。もしかしてそれって、ネットサーフィンとかけてるの？笑いを取りたいってこと？笑えないけど。いやいや、本当に趣味ですよ。ひどいなあ、もう。ああ、そうなんだ。ごめん。でも、さすがに海で遊ぶと言ってもネタが尽きてきたよね。他に何か遊びといえば、水鉄砲でサバゲーというのはどうでしょう。圧倒的殺傷力を誇る電動式の水鉄砲を持ってきているのですが。却下よ却下。殺傷してどうするの。なら釣りというのはどうだ。サバイバル訓練で習得したからな。結構詳しいぜ。教えてやろうか。おお、面白そうじゃん。ただでご飯にありつけそうだし。よし、なら釣り勝負と行こうか。塩にゃんもぜひ。はいはい。なかなか釣れないね。そういうもんだよ。気長にやろうぜ。気長に。お、またかかった。さすがシオニャン、釣りの腕も一流です。でもなぜかゴム靴とワカメばかり釣れるんだけど、何なのこれ。何らかの才能なの。いらないんだけど、そんな才能。いや、バラエティ番組に出演したらきっと役立つ才能です。ああ、またワカメ。いや、これは。うわ、すごい引いてるよ。大物じゃん。シオニャン、頑張って。ああ、またワカメだった。それワカメ違う、ヘドロっていうか悪魔。忌々しいデビルダウンローダーめ、口の中にヘドロ集め込んでやる。かかってきなさい。よかった。みんな無事ですね。
おめえらこれで終わりだと思うなよ。デビルダウンローダーはここいらの悪魔の仇敵、恐怖とヘドロまみれにしてあの世に送ってやるぜ。なんだって俺たちを目の敵にするんだ。お前らの恨みを買うようなことをした覚えはないぜ。知らまくれるんじゃねえよ。アコライズとかいうデビルダウンローダーどもが、ここいらの悪魔をさらっていきやがったんだ。おめえらもその仲間だろう。アコライズが？大方連中が戦力として調達していったんだろうぜ。ホムンクルスがマメに悪魔と交渉しているとも考えづらいしな。なるほど、それはありそうな話ですね。そういうわけだぜ悪魔さんよ。そいつはお門違いってもんだ。俺たちはそのアーコライツと敵対する組織なんだからな。知るかボケ。俺たちの気も知らず楽しみにキャッキャッフフフしやがって。気に入らねえんだよそういうの。あと最近おめえら人間は海をきれいにしすぎだ。もっと汚せよ海を。浄化されたら死んじまうだろうが。むちゃくちゃ言い出したぜ。悪魔と理解し合おうなんてそもそも無理。さっさと片付ける。余裕こいてるとその綺麗な顔がヘドロまみれになるぜ。おめえらはもう囲まれているんだからな。まだいたか。ちん、仕方ねえ。一旦別荘に撤退だ。ああもう着いた早々に最悪。クソ悪魔め。シオニャン、アイドルがそんな言葉使っちゃダメ。うっさい豚。豚はオーケー。線引きが分かりませんが。おいそっち側手薄だ。アイリーン頼む。了解。しかしまるでゾンビ映画の籠城戦みたいですね。シャン、ゾンビ映画だとこの後どうなりますか？ラストはだいたい全滅落ちのイメージがありますが。えい、テンプラドラゴン、縁起でもないこと言わないでくれ。いえいえ、全滅落ち以外のゾンビ映画もたくさんありますよ。ほら、WWZ とかショーン・オブ。悪魔が侵入してきました。かかってきなさい。あなたのことを気に入りました。
よかった。みんな無事ですね。とうとう別荘内に侵入されたな。2階に逃げますか。待て、それじゃ自利品だ。それはそうだが、何か作戦でもあるのかい、元傭兵。そうだな、ちょっとした損害は覚悟してもらう必要があるぜ。この別荘には地下室があるよな。ああ、でもそこに逃げ込んだところで袋小路だぜ。分かってる。それでな、実は俺の所持品にプラスチック爆弾があるんだが。は？万一の備えだよ。それでその爆弾をどうする？爆弾を仕掛けて地下室に逃げ込んで別荘を吹っ飛ばす。ブホ。安心しろ、モンロー効果で爆風の方向はコントロールできる。いやいや、俺の別荘なんですけど。だから言ったろ、損害が出るって。でも俺たちが死ぬよりかよっぽど軽いだろ。そうだな。うん、わかった、わかったよ。なあ、いいとも。別荘の一つや二つ惜しくねえ。その作戦で行こう。よし、じゃあみんな爆弾を仕掛けるまで時間を稼いでくれ。かかってきなさい。悪党には負けません。
よし、爆弾のセット終わった。地下室へ急げ。ヒュー、覚えてろよ。やったぜ、敵は全滅だ。俺の別荘も全開だぜ。元気出してください、メガキン。おかげでみんな無事です。ああ、そうだね、それは嬉しいよ。ねえ、それはそうと、ん？私たちの服も持ち物も全部別荘に置いていたよね。つまり今日はこの格好で野宿。マジか。まあいいじゃねえか、テントなら俺の車に積んでるぜ。そうです、星空の下でパーティーと行きましょう。まあ悪魔と戦うだけじゃいつもと変わらないし、いいんじゃない。おお、シオニャンが珍しくやる気だ。では私は食料の調達を。幸い水中銃が無事だったので。潜るの？みんな切り替え早えな、戦闘の後だってのに。まあいいじゃないですか、せっかくの休みなんですから。リベレーターズに休日なんて、次はいつ来るか分かりませんよ。まあそれもそうか。よしみんな、そんじゃパーティー再開だ。目いっぱい楽しもうぜ。